皆様こんにちは。先日議会というか委員会中にムカデに刺された森です。お昼ちょっと前ぐらいですかね、委員会の途中に靴の中がやたらもぞもぞするなと思ったら急に激痛が走りまして、靴を脱いだらどのぐらいだろう、20センチないぐらいですかね、のムカデが出てきて足を刺されました。とても痛かったです。幸いアナフィラキシーショックなどは起こさず、1日ぐらいで痛みと腫れは引きました。はい、そんなこんなでですね、今日は先日に引き続き新しくできる予定の認定こども園についてお話しさせていただきたいと思います。いつだ、前回動画を出させていただいたのが6月2日ぐらいだったと思うんですけども、その後もですね、いろいろと市民の方から、本当に大丈夫なのかとか、これどうなってるんだというような声を、たくさんいただきました。また議会の中でもですね、議論が白熱したというか、いろいろな声がありまして、注目度も高いのかなというふうに思いますし、情報がきちんと整理されていなくて何が正しいかわからないという方が多いのかなというふうに思いましたので、今日は森なりにではありますが、事実や法律を調べて情報を整理して皆様にお伝えさせていただきたいと思っております。ちょっと今日はですね、長くなる予定です。どんなことを喋ろうかっていうのを、目次的に分けさせていただくと、一つ目、市民の方から、たくさんこう質問であったり声をいただいております。僕に直接ではなくてもこういうふうに思っている市民の方が多いっていうのを、ネットで見たりだとかっていうことをしたので、その市民の皆様の声について、僕なりに回答させていただくっていうのが1つ目のパート。2つ目はですね、その他にもいくつか認定こども園にする関する情報があったりするので、そういったその他の情報であったり、森が考える懸念点であったり、僕はこんな風に考えてますよっていうことをお伝えするのが2つ目のパートで、市に対して今回の件で僕が思っていることを3つ目のパートで、4つ目はですね、最後にこの件に関して僕が思っていること、気持ちであったり、最終的な自分の気持ち、意見のまとめになります。はい、それではですね、ボリュームがありますが始めていきたいと思います。まず、初めにちょっと断っておきたいことがあるんですけども、今回ですね、事実や法律に関して僕なりに調べていく中で、やっぱりですね、かなりこの件、法律であったりが複雑に絡んできていて、複雑な案件だなということを改めて思いました。できるだけ事実と僕の意見については分けてお話しさせていただくつもりですが、僕も完璧な人間ではないので、事実と思って喋っていることを間違っている可能性もございます。なので、もし森が事実だと思って喋っていることがそこちょっと違うよっていうことがありましたら、ご一報いただけましたら訂正させていただくのでよろしくお願いいたします。また、森の意見、考えについてのところはあくまで僕個人の一意見になります。事実に対する解釈っていうのは人の数だけあると思います。自分のことを必ず正しいとも全く思っていませんし、僕と違う考えだからその考え方は間違っているとも思っていません。今回情報を整理することによって市民の皆様が情報を整理する一助となれればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、まず市民の声についての森の回答です。じゃあ市民の声その1、なんで当該の業者が保育園をするの？当内業者じゃダメなの？公募しないのはおかしくない？という質問に対する森の回答です。まずですね、今回の認定こども園に関する一番大切な前提事実は、新しくできる予定の認定こども園は民間の業者が自主的に始める事業だということです。雲仙市の北区市会という事業者が域で認定こども園をやりたいということで、自分たちで土地を選定して、自分たちで建築計画を作って、自分たちで事業計画を作って実施する事業となっています。市民の方からの声でもありましたし、議員の中でも一部、勘違いされている方がいらっしゃったんですけれども、域市が保育園の箱を作り、その運営を民間に委託するというのであれば当然公募になってくるんですけれども、今回はそうではなくて民間事業であるため、公募云々というのは論点がずれています。もちろん域等内の事業者様が自主事業としてこども園を始めようとするのであれば、それはもちろん可能ですし、市としてそれを止めることもありません。はい、続きまして市民の方の声その2です。民間事業なのになんで市がお金を払わなくちゃいけないの？お金がなかったら市は負担しなくていいっていうことはないの？このこども園を市が認めないということはできないの？という声に対する森の回答です。今回予算計上されている施設整備の補助については、
保育所等整備交付金および認定こども園施設整備交付金に基づき、まあ、これは事業者が県を通じて国に申請し国が交付決定するものです。民間で保育園を作る場合、事業主が1/4、国が1/2、市、当該自治体ですね、が1/4の補助をすることが定められています。確認したところ、これは義務負担であり、もしも市にお金がなかったとしても、記載、借金のことですね、記載をしてでも負担しなければいけない性質の補助とのことです。また保育所の許認可に関しては県が権限を持っているため、この論拠は認定こども園法第3条および長崎県認定こども園の認定等に関する規則に書かれています。そのため市にこども園事業をやってはいけませんとする権限はありません。なので新しいこども園ができるにあたって市としてお金を負担しないっていうことはできないし、やっちゃダメだよっていう権限もないということになります。はい、続きまして、市民の方の声その3です。市からお金を出すんだから、こども園の施設や運営に対して口出しできないの？これに関する森の回答です。前項でお話しした通り、施設整備のために今回市が補助する5,755,000円に関しては、先ほどもお話しした保育所等整備交付金及び認定こども園施設整備交付金に定められた義務負担となっています。施設内容や運営に関しては、これ僕県に問い合わせたんですけれども、施設内容や運営に関しては市から権限を有する県に対して保育所の許認可を取る際に意見書を提出する機会があるそうです。ここちょっと勘違いしやすいので、補足させていただきたいんですけども、今回ですね、議案に計上されている5,755,000円というものは、保育所の許認可の補助ではなくて、施設整備、建物を作るのに対する補助金なんですね。なので、なんて言うんだろうな、まあ、その保育所を作るにあたっていろいろやらないといけないことがあるんですけども、まず建物を作ってから保育所の許認可を取るんですね。で、今やってるのはどこかっていうと、建物を作る許可を取ってるっていうところになります。なので保育所の許認可っていうのはまたちょっと先になってきます。話戻りますけれども、ただしその際に定められた認定こども園の基準をきちんと満たしているのであれば、施設や運営内容に対して口を出すことは基本的にはできないし、まあ、仮にしたとしてもそれを事業主が受け入れなければいけない理由はないとのことでした。まあ、これに関して、まあ、これは僕の意見なんですけれども、まあ、日本ではですね、憲法で経済活動の自由が保障されています。まあ、資本主義社会っていうことですね。ただしこの経済活動の自由が保障されつつも、公共の福祉のために経済活動の自由に対してはいくつかで、まあ、たくさん法の規制があります。まあ、なんだろうな、まあ、場所によってはこれ以上高い建物建てちゃいけませんよとか、独占禁止法があったりだとか、まあ、その経済活動の自由を保障しつつも法でいろいろなこう規制がされているんですね。なんですが、今回はその法規制に該当する箇所は今のところないので、新しい認定こども園がきちんと基準を守っているのであれば、そこに対して口を出すことはできないっていうのは森としては違和感はありません。次にですね、市民の方の声その4、土砂災害警戒区域に隣接していて危ないのではないか、車通りが多くて危ないのではないか、認定こども園をやるとしても他の場所の方がいいのではないかという声に対する森の回答です。まあ、森個人としてもですね、まあ、予定されている土地が、まあ、保育園やるのに、まあ、ベストな場所だとは思っていません。まあ、おそらくはですが、僕の勝手な想像ですが、市も、まあ、大なり小なりそう思っているんではないかなというふうに思います。しかし今回設立予定の認定こども園は、繰り返しになりますが、民間事業であり、事業が行われる土地も市が所有している私有地ではなく、民間が所有する土地であるため、市は場所の選定に対して権限がありません。今回、補助金の許認可の流れの中で、市から県に対して協議書、まあ、これに関しては様式は決まっていて、このフォーマットに沿って提出してくださいというものですね、をすでに市から県に対して提出しています。その中で、危険指定地域に隣接していること、まあ、つまり保育園を建てようとしている土地っていうのは土砂災害警戒区域に隣接していますよっていうことは市から県に情報として挙げています。それを踏まえて県が許認可の判断をします。で、ここちょっと注意事項なんですけれども、
保育園ここに建てていいよっていう許認可についてはまだ確定していません。今までの手続きの延長線上で事業主である北具志会が県に申請を行い、今年度中に認可予定のものとなっています。またこの土砂災害警戒区域に関して以前僕が域に来る前なんですけども足部中の建設問題がありました。でその足部中の建設問題と似ているのでちょっとごっちゃにしてお話しされる方がちらほらいらっしゃったりするんですけども、足部中の時とは大きく違う点が2つあると森は思っています。1つ目はですね、足部中の建設は土砂災害警戒区域のレッドゾーンにかかる計画だったということです。今回の子ども園に関してはイエローゾーンにかかる建設計画ということです。でイエローゾーンに関してはそもそも建築規制というものが全くないんですね。ここに建物建てちゃダメですっていうことがないんですよ。なんですが今回事業主の北具志会は保育園という業種の性質上設置義務はないが、念のために土砂止めのためのコンクリート擁壁と水抜きのための設備を設置するとのことです。また2つ目の大きな違いは、足部中の建設に関しては決裁権は市にありましたが、今回の子ども園に関しては民間事業のため決裁権が市にないということが大きな違いとして挙げられるかなというふうに思います。続きまして市民の方の声その後です。これ直接ですね、僕に電話をかけてきてくれた方がいらっしゃったんですけども、なぜ森は今回議会で発言しなかったのか、なぜ森は市に対して牙を向かないのか、森は丸め込まれたのか、議会での市長答弁に辻褄の合わない箇所があった、上げ足を取って突っ込むべきではないかという声をいただきました。どこから話そうかな。そうですね、今回本議会前に議員に対して5月30日に今回の認定こども園に関して説明会があったんですね。でその時に気になることに関してはもうあらかた森は質問を仕切っていました。その他にあった、また後から出てきた知りたいことに関しては個人的に県の担当課に質問をしたり法律を確認したりということをしていました。そのため今回議会で執行部に対して質問を行いませんでした。正直に言うとですね、今回何人かの議員さんがかなりこう、質問を執行部に対してされてたんですけれども、正直僕森的にはですけれどもずれた質問がかなり多いなと思っていまして、執行部に対して僕が質問したいというよりかは議員に対していやいやそれはこういうことですよっていうのを説明させてもらえるんだと説明したいなと思うことは、正直何度もありましたね。はい。で、次市に対して牙を向かないのか、上げ足を取って突っ込むべきだという声もいただきましたが、これに関しては非常に残念に思っています。僕はですね、市長選に出たこともあってかこう反市政っていうふうに思われることがあったりするんですけれども、別にこう反市政なわけじゃ全然ないんですね。で、僕今議員をやらせていただいてますけれども、議員になったのも別に現市政に対して反対するために議員になったわけでは全くなくて、より良い域市政のために議員をやらせていただいています。より良い域市政を実現するためには公正に良いものは良い、悪いものは悪いと判断する是々非々の姿勢が大切だと考えています。なんで森がそう思っているかっていう詳細につきましては後のパートでまたお話しさせていただきますけれども、今回の認定こども園の件に関しましては森は作ることに対して賛成の立場です。丸め込まれたなんていうことは一切ありませんし、丸め込もうとするお話を受けたことも今まで一度もありません。これまでの僕の議会での発言を確認させていただければ分かっていただけるかなと思うんですけれども、今まで市政に対してこれおかしいんじゃないかと思ったことに関しては一切忖度なしで発言してきたつもりですし、それは見ていただければ分かるのかなというふうに思っています。もちろん今後もその姿勢を変えることはありません。はい。でここまでが市民の方の声に対する森の回答になります。それでは次のパートです。その他の認定こども園に関する情報であったり、僕はこんな風に考えましたっていうことについて、ここからお話しさせていただきたいと思います。まずですね、一つ目は2024年の3月末で碧池保育所が5園閉園する予定なんですけども、5園閉園する予定の在園率と運営コストについてのお話です。碧池保育所って今6園ありまして、三島、渡良、初山、志原、柳田、
沼津の6つの園があります。で、6つの僻地保育所の在園率、それぞれの保育園に定員があって、その定員に対して何人子供がいりますよっていうことを在園率と呼んでいるんですけども、この在園率っていうのが 30% 今切っているんですね。運営費についてはこの6園を合計して毎年約2900万円のマイナスとなっています。で、僻地保育所の6園に関しては一括予算計上なので、2024年3月末に閉園予定の三島を除く5園の運営費の、マイナス合計を、まあ、仮に、まあ、6で割って5でかけてマイナス2500万円と仮に置いたときに、もし民間子ども園ができることによってこのコストが単純に浮くと考えた場合、今回市が補助する5755万2000円という金額は約2年4ヶ月で元が取れる計算となります。またほとんどの僻地保育所は築40年以上が経過していまして、遠くない未来で施設整備の必要があり、その際にはさらに大きなお金がかかる見込みとなっています。はい、2つ目、関連しますが、市が既存施設の整備、保育園の新設を行う場合の費用について、今回民間事業として保育園を作るため、市は施設を作るのにあたってかかる費用の4分の1を補助負担しますが、もし今後じゃあ施設が老朽化したから整備しましょう、あるいは新しい保育園を建てましょうということをすることになった場合、補助は全く出ません。これに関してもちょっとですね、補足というか議会であったお話をさせていただくと、某議員がですね、こういった内容のことを市が答弁した際に、それは嘘をついていると、いついつの国会かなかなんかの答弁で補助が出るって言ってるじゃないかと、市が事業主体として保育園を作ったり施設整備をする際にですね、補助が出るじゃないかと、市は嘘をついているっていうことをおっしゃったんですけれども、市の答弁もその後ありましたし、僕もちょっと調べたところ、やっぱりこれは議員の方が間違っていて補助は全く出ないということで正しいと僕は思っています。で、僕が気になったのはちょっとそれずるいんじゃないかと思ったのは、その議員さんがですね、市に対して市は嘘ついてる、補助出るじゃないかって話をした後に、その財政課の課長さんが答弁をしようとしたんですよ。いや、それはちょっと間違ってますよって話をしようとしたら、それを遮ってその話は今しなくていい、また今度だみたいな話をされたんですね。で、それはさすがにちょっとずるいよねっていうのを思いました。自分の言いたいことだけ言って、おそらく事実と違うと思うんですけれども、事実と違うことを、反論させないようにするっていうのはさすがにちょっとひどいなっていうふうに思いました。はい、話を戻します。次に3つ目、新しい認定こども園ができることによって既存の民間保育園の経営に影響が出る可能性があります。新設こども園ができることによって、すでにある民間保育園の児童さんがそちらに保育園を変えてしまう可能性が、あって、それによって既存の民間保育園の経営状況が悪化する可能性があります。これについては市としては公設保育園の定員を下げることで公設保育園に入れる人数が減るので、その分他の保育園に入ることになる、それによって既存の民間保育園の在園率の維持に対応するということでした。はい、次、いくつ目だ、4つ目か。保育士が不足する見通し、おそらくこれまで以上に保育士の方が不足するんではないかなというふうに思っております。新しくできる認定こども園では計画としては13人の保育士の方を雇用する見込みでいます。で、2023年の4月から2024年の3月までは新しい認定こども園と僻地保育所はまだ閉園になっていない、ので、単純にその新しい子ども園ができる分の保育士さんが、都内に増えないと、普通に考えると運営ができないんじゃないかという状況になるんですね。ただ、都内の保育士さんの数ってそんなに急に増えるものではないと思いますので、そのあたりがちょっと心配かなというふうに思っております。また僻地保育所5園が閉園した後に関しましては、公設の保育所に閉園する保育園で働いた保育士さんを移動させるという計画だとのことでした。新しい認定こども園をどう考えているかわからないですけども、願わくば当該から保育士の方を移住を伴って連れてきていただけたら本当にいいなというふうに思っております。はい、次、5つ目かな。先ほどからお話ししているように、2024年の3月末で5つの僻地保育所が閉園予定となっております。なんですが、現在ですね、閉園予定の
柳田保育所と柴原保育所に関する入札が行われています。まあ、聞いた話によると空調設備の工事の入札があって、まあ、要は新しくエアコンを入れる工事の入札らしいんですけれども、1年半後ぐらいに閉園する予定の保育所にちょっといくらかは分かんないですけど100万近くするのかな、ちょっと正確ではないですけれども、まあ、結構業務エアコンって高いので、まあ、100万弱ぐらいのエアコンを新しく入れるのってどうなんだろうそこに関しては議論の余地があるんじゃないのかなっていうふうに思っています。まあ、もちろんその後に閉園した後にじゃあどこかでその設備を利用しましょうってなれば、まあ、話ちょっと変わってくると思うんですけども、そこに関してはちょっと市に関して、まあ、明らかにしてほしいなというところですね。まあ、これはちょっと僕が知ったのが予算委員会が終わってからだったのでちょっと質問しきれませんでした。はい、次6つ目かな。新しい認定こども園の設備に関してなんですけども、議会でですね、まあ、議員から校庭が狭くて子供が健やかに育たないというような意見が出ました。なんですが、僕も全部を知ってるわけじゃないんですけれども、既存の僻地保育所であったり民間保育園の中で他にもですね、校庭が狭いところって全然あると思うんですよね。なので新しいところが狭くてダメだって話をするのであれば、じゃあ既存のところに関してはどうするんですかっていう議論も当然ないといけないのかなっていうふうに思います。で、もちろん僕個人としても校庭広い方がいいなというふうには思ってるんですけれども、そこだけを一面的に捉えるのではなくてですね、特に僻地保育所に関しては老朽化が進んでいますし、新しい認定こども園で子どもが時間を過ごす環境っていうのが、より設備が新しいものになったり遊具等も当然新しいものが入ってくると思いますし、そういうこう今よりも設備がこう良くなる部分っていうのもあると思うんですね。なので一面だけを切り取ってあげつらうんではなくて、総合的に判断していった方がいいんじゃないかなというふうに思います。長いですね、ちょっと疲れました。次に3つ目のパート、森から市への意見のパートになります。ちょっとシンプルにいきますね。1つ目、もう少し今回の認定こども園に関して議員に対しての説明を早く行ってほしかったです。また5月30日の議員に対する説明会の際に土砂災害警戒区域の件については市は把握していたはずなので、それについても5月30日に共有してほしかったです。これができていれば議員が情報を発信したりだとか、調査するのに時間の余裕が生まれたので、市民の皆様の不安や混乱を、軽減できたのではないかなというふうに思っています。2つ目、追及するつもりはないんですけれども、5月30日の説明会で聞いた情報と、その後明らかになった情報とで若干ズレがあったりしたので、そこに関しては、把握されているのかわからないんですけれども、分かった時点で共有をしてほしかったです。3つ目、保護者や関連する方々への説明会についても、もう少し早い方法があれば不安が軽減できたのではないかなというふうに思っております。長々と話してきましたが、次が最後のパートになります。ここまでお話ししてきたことを踏まえて、森が今回の認定こども園に対してどう思っているのかであったり、なんで議会で今回の議案に対して賛成したのかということについてお話しさせていただきたいと思います。僕はですね、おそらく今いる議員の中で、唯一自分の子供が現在進行形で保育園に通っている。おしっこちょっと待ってね。おしっこ。パパ何してた？パパお仕事してたよ。パパ写真撮ってたの？そうよ。あれ映る？ほら。ビヨーン。よし、行
写真撮りたい。よいしょ。すごい絶妙なタイミングで来たね。一切やらせありません、このタイミング。おしっこしたかったね。おしっこできたね。はい、パパお仕事していい？いいの？ここにいるの？よいしょ。パパゲームしてるの？パパゲームしてないよ。話は戻りますが、そうですね、自分は議員の中で唯一子供が現在進行形で保育園に通っている議員だと思います。6月に第2子が生まれたので、長ければこの先も6年ほど保育園にお世話になる可能性があります。また僕シワラに住んでいるので、閉園予定のシワラ保育所がある地域でもあるんですね。なので、それを踏まえて、まず一人の当事者、子供を保育園に預ける当事者としてお話をさせていただきます。今回の認定子供園ができることによってメリットもデメリットもあるなというふうに思っています。議会で、某議員から、例えば営業時間に関してなんですけども、議会の中で、はい、ママとホットケーキ作るそうです。はい、行こうか。はい、いける？はいはい、行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。すいません、話は戻りますが、例えば営業時間に関して、新しい認定こども園が朝の7時から19時まで営業時間をやるんですけれども、19時まで子どもを預けられるようになっても、そんな時間まで預けている子どもはほとんどいないという意見が出ました。なんですが、僕はですね、いいか悪いか置いておかせていただいて、結構18時半、今既存の保育園のやってる時間が18時半までなんですけども、18時半ギリギリに子供を迎えに行くってことは正直結構あります。で、その時間に子供を迎えに来ている他の保護者の方っていうのも今までたくさん見てきました。また、今まで僕はですね、今預けているところと前に預けていたところと合わせて2園に子供を預けた経験があるんですけども、そのどちらでもですね、既存の保育園は朝7時半からなんですね、確か朝7時半より前にお子さんを預けに来ないでくださいっていう張り紙がしてあるのを見たことがあります。これはやっぱりこう7時半より前に子供を預けたいっていうニーズの表れなんじゃないかなというふうに思います。なので某議員から営業時間伸びた、そんなん全然ニーズがないよみたいな声がありましたが、僕個人としては営業時間だけに関して言っても、朝7時から19時までやってくれるっていうのは助かる保護者の方っていうのは一定数いらっしゃるんじゃないかなというふうに思っています。もちろんですね、今回5園の僻地保育所が閉園になることによって不便になる方がいらっしゃるっていうことはもちろん理解しています。また新しい認定こども園に、じゃあもしかしたら自分の子供を預けるかもしれないなっていう可能性を考えた時に不安な部分もあります。個人的に一番不安なのは車通りが多くて危なくないかっていうことなんですけれども、これについては、以前ですね、保育園を転園する際に、現役で働かれている保育士の方に、どこの保育園がおすすめですかねっていう相談をしたことがあるんですね。でその時に、あそことあそこの保育園はちょっと車通りが多いから保育士さんがものすごく気をつけて目を配っているって話を聞いたことがあります。何が言いたいかって言いますと、車通りが多くて危ないっていうのはその新しい認定こども園に限った話ではないと思いますし、あとは何にしても一丁いたなと思うんですね。この保育園だとここがいいけど、この保育園だとここはちょっとなんかどうなんだろうっていうところって、どこに対してもあると思うんですよ。でそういった、メリットデメリットを踏まえて、じゃあ自分の子供をどこに通わせようかって判断するのは保護者の方だと思うんですね。
なので、まあ、今回いろいろお話しさせていただいていますが、じゃあどこを選ぼうっていうことを判断するのに、やっぱり情報がないといい選択ってできないと思うんですね。なので、まあ、今回お話しさせていただいていることが、まあ、保護者の皆様の不安を軽減することにつながったりだとか、あとはじゃあ自分の子供どこに通わせようっていうことを選択をする際の一助になれたらいいなというふうに思っております。ここまでは、まあ、一保護者としてのお話だったんですけれども、最後にじゃあ壱岐市の市議会議員としての立場からお話をさせていただきます。今回僕は採決の際に賛成させていただいたんですけれども、その賛成した一番大きな理由はお金です。ここまででも伸びてきましたが、現在閉園予定の5園で毎年約2500万円の赤字があります。さらに今後施設の老朽化による多額の施設整備費用がかかることも見込まれます。もちろん保育所事業っていうのは市民の方に対する福祉サービスなので、福祉サービスっていうのは採算が取れなくても行うべき行政の大切な仕事であることは重々承知しています。しかし5園を閉園することによって財政負担が減って、その分他の市民サービスにお金を回すこともできます。市に潤沢なお金があるのであれば、クオリティの高い施設、遊具等がある立派なというか保育園を複数運営することも可能かと思いますが、残念ながら、まあ、今の壱岐市の財政状況っていうのはそういったことができるような状況ではないというふうに森は思っています。なのでもし仮に森が今回市のサイドにいて判断をしなければいけない立場だったとした場合、まあ、おそらくは同じような判断をするんじゃないのかなと思ったので、今回の議案に関して賛成させていただきました。まあ、冒頭でもお話しさせていただきましたが、まあ、今回の件に関して自分が絶対正しいなんてことは全く思っていません。なんですが、まあ、今表に出てきている情報、まあ、材料をもとに判断をするのであれば、まあ、僕としては今回の新しい認定こども園に関しては賛成の立場でいます。はい、まあ、賛否両論あるかと思いますが、自分と違う考えの方を否定するつもりは全くありませんが、偏った情報の回り方をしていたり、まあ、ちょっと事実違うような話が飛び交っているような気がしたので、情報を整理するために、まあ、また僕がどう考えているかということをお伝えするために今回動画を撮らせていただきました。あ、そうだ、ですね、前回議会改革委員会の進捗について次動画でお話ししますとお伝えしたんですけども、ちょっとですねこっちの方が先に市民の皆様にお伝えするべきだと感じましたので、今回先にこちらをお話しさせていただきました。まあ、ちょっと時間空いてしまうかもしれないんですけども、遅くとも8月中には次の機械科学特別委員会に関する動画を上げたいなというふうに思っております。それでは皆様、長くなりましたが最後まで見てくれてありがとうございました。